一応ついてこれてます？今ちょっとなんか駆け足になってるとは思うんですけど。多分、ついてってないっす。多分ついてってない。うん。どこでと、いつまずいてや、ます？ついてってないというか、細けえなと思ってああ、ます。話が。話が。うん。で、やっぱり僕、がんの時は、総じてずっと興味あったんですけど、ここは、僕が知ってるところ以外にあまり興味がないっていうことがよくわかりました。ああ、なるほど。だから、がんの時は僕めっちゃ興味、多分僕がんになるからいつか、と思って生きてるから。そうか、そうか。ちょっとそう。高いのか。もうちょっとじゃあ、ざっくり話します、これから。すいまや、せん。僕はそんな感じって感じです。ひとしおさんがどうかわかんないけど。名前が似とってちょっとってなった。似てますよね。心心房房？細え？動、心心室？室どっ細ちっけ？みたいな、その4箇所のどこがなんやねん感がすごい強かった。動。日本語がだからそうなのかとかはあったけど。いや、でもあれは面白かったですね。なんか筋肉であるみたいなところ、心臓が想像以上に筋肉質で、なんか独自の動きをしてるみたいなので、なんか独特な臓器なんだなって改めて思いましたね。面白かった。その心筋っていうもののなんか特異性みたいなのが面白いなと思いました。電気信号のやつとかは。あれなんか、ああいうのってなんか考えてみたらそうなんだろうけど、科学っぽいというか、物理っぽいみたいなものが生物の中に出てくる感じが面白かったです。わかりました。ちょっと、まあ、おそらく心電図の話とかしても、まあ、ねえって感じになると思うので、ちょっとそこら辺をもう少し飛ばしながらいきます。おーい。なるべくあ多分と、テレビとか見るしかないもんね、心電図とか。あ、今、もしかしたら心房細動かもしれない。テレビの画面見て気づくぐらいしか多分、習ったことを生かす場がない、私の。そうですね。すいません。ちょっとマニアックすぎました。また、すいません。いきます。はい。はい。で、ペースメーカーを使う、静脈性不整脈ですけど、これ2種類あるんですよ。動不全症候群って言って、まあ、その動結節がうまく働いてくれない場合と、動結節は動くけど、そこからの刺激が心室にうまくいかない場合。この2種類があります。動結節症候群は、まあ、ここに書いてますね。動結節の機能低下によるので、ここがゆっくりになるから、もちろん全部がゆっくりになってしまう。ゆっくりになってしまうという、ペースがゆっくりになってしまうっていうことですね。で、あんまりにもゆっくりになった場合は、ペースメーカーはやっぱり入れなきゃダメですよっていうことになるんですね。動不全症候群の中には、まあ一応3種類あって、完全停止してしまうものと、こことこことの間がうまくいかない動棒ブロックっていう場合と、で、徐脈頻脈症候群って言って、その頻脈になった後に突然徐脈が起こるっていうものがあるんですね。その3種類に分かれる。まあ、ここでは一応分けてます。いろいろ分け方があって、他にも、動静徐脈。動静徐脈っていうのと、あと、動停止。あ、ここでも書いてある。1番ですね。と、あと、動、えー、徐、あ、これと一緒か。徐脈頻脈症候群になる。この3種類の分け方っていうのはいろいろあるみたいなんですけど、まあ、要するに、どれも、動結節がうまく働かない、もしくは、ここの連絡がうまくいかないっていうことが原因になっています。で、あんまりひどかったら、まあ、さっき言ったように、ペースメーカーですね。ペースメーカーしかね、治療の方法がないんですよ、これは。
で、もう一つは、防湿ブロックです。これね、すいません。僕は面白いと思ってしまうんですけど、医学生には非常に嫌われてる病気ですね。ややこしくって。防湿ブロックっていうのは、心房から心室に行く刺激が房室結節以下で何かおかしなことが起こってうまくいかない場合を房室ブロックって呼んでます。3つ、1、2、3と、ブロックの1度、2度、3度っていうブロックがあって、で、1度は房室結節のその伝達速度が遅くなっちゃってる状態なんですね。だから普通ならば、ここの間隔がもっと早いのに、この P 波っていうの、同房結節の刺激が出てから心室までの間が0.2秒以下であるのが普通なのに、それが長くなっちゃってる状態なんですよ。なんか困るのかって言ったら、何も困らないんです。だからこれはね、治療の対象じゃないです。あ、そうですか。ちょっと遅れてるみたいなっていうのが、僕らが気づくだけです。2度。これがちょっとね、ややこしいんですよ。2度防湿ブロックって2種類あるんですね。で、これ、ウェンケバッハ型っていうものがあって、で、ウェンケバッハ型っていうのは、突然、この QRS 波がなくなるんですよ。心電図の中でね。っていうことは、突然、通らなくなる時がある。これ、ウェンケバッハ型の2度の防湿ブロックっていうんですね。これも、単独では特に治療の、対象にならないんですよ。頻繁に起こると、例えば2対1とか、普通に起こるのが1回起こって、次はもう起こらなくて、また次普通に起こって、で、伝わらなくて、なんていうことになると、ちょっと、ペースメーカーの対象になりますけど、こうやってたまに起こるぐらいならば、どこに治療の対象にならないんですね。それが、もう一つ、これ、モービッツが2型、モービッツ2型の2度防湿ブロックっていうのもあって、この場合は、P 波と QRS 波の間が徐々に徐々に長くなっていって、脱落するっていうのを繰り返すんですよ。この間が徐々に徐々に長くなるんですね。で、伝わらなくなる。で、この場合は、この3度の防湿ブロック、次に説明する3度の防湿ブロックになりやすいので、治療対象になります。まあ、治療はちょっと後で話しますけど、3度の防湿ブロック。3度の防湿ブロックは、もう完全に、同房結節からのリズムと、心室のリズムがバラバラになっている状態です。心電図を見ると、P 波が規則正しく出てるんですよ。こうね。これはちょっと中に埋もれてしまってわからないですけど、なんかこう、同じ幅で出てるんですね。こういうふうにね。でも、それが全く伝わってないので、ここの、QRS 波、これは心室の収縮を表してるんですけども、この心室のリズムは、心室が独自に持ってるリズムで打ってるだけなんですよ。だいぶ前に、
その、解剖整理を話したときに話をしたんですけど、心室も一応固有のリズムを持ってるんですね。これは何かトラブルが起こったときに、緊急措置として持ってるんですけど、ただ、普通に、心房から出るリズムよりはだいぶゆっくりなんです。で、長く続かないので、しまいには心停止してしまう可能性があります。なので、これも、治療の対象なんですよ。で、治療は、まあ、さっきから言ってる、ペースメーカーです。これが起こったときは、まあ、静脈が起こったときは、ペースメーカーしか治療がないんですね。なので、こういうふうにペースメーカーを植えます。植え込みます。